チクチク MHF チャンネルチクチク皆様いつもご視聴ありがとうございます。最近 BGM7 が大変ご好評をいただいておりまして、S11 との違いというのをよくご質問いただきます。価格差も大きく大変迷うところでありますので、ポイントを整理していきたいと思います。S7 176,000円、こちらですね、176,000円、S11 253,000円と差額は約77,000円なので8万円近い、金額となるので、これは大きい重要事項です。当社では以前、DJM-S9 との比較をさせていただいた動画を作らせていただいておりましたが、 S7 と S11 はなかった状況です。意外と海外でも他の動画とかでも比較されてないので、多少貴重かもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。チェックチェック。こちらのチャンネル初めて見ていただいた方へ、当店では DJ を中心に、ドラム DTM に加え MPC に関するお役立ち情報も配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューに加えて、初心者の方も楽しく楽器が学べる講座も作っております。 DJ であればスクラッチ講座やプチテック講座ありますので、詳しくは概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。まだ出していないすごいネタもありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チェックチェック。はい、本題でございますが、S11 にあって、S7 にはない、機能の概要をお知らせさせていただきたいと思います。はい、まずはもう一番分かりやすい液晶画面ですね。この液晶画面ではもう曲のセレクターはもちろんエフェクト操作、いろんな設定が可能になりますので、今デモンストレーターのカットマスターさん、ちょっと一瞬触っていただいてもよろしいですか。液晶画面のちょっと操作系のところを、じゃあちょっとブラウジングの機能とかちょっと見てもらって、一応このブラウズでもう曲、もうパソコンの中のセラートに入っているプレイリストっていうのが、まあ、ここでご覧いただいて、ロードはロードボタン、これとかで、これとかでできるっていう予定ですけど、ちょっと私のパソコンのプレイリストが壊れておりまして、ちょっとできないですが、一応もうパソコンを見なくても、もう BPM、曲の情報、キーの情報、これ全部表示されておりますので、素晴らしく快適に使っていただけます。はい、もう一つ、タッチエフェクト。ちょっとタッチエフェクト、これですね。はい。ちょっと一瞬触ってもらっていいですかね。先ほどもご説明しましたが、この液晶画面はタッチセンサーになっていて、
エフェクトもこうやって、触ることが可能になっております。まあ、今でも定番の名機であるコルグのカオスパッドみたいな機能が備わっています。これも素晴らしいポイントですね。はい、もう一つ、4デッキ使える。まあ、もちろんこのプレイヤーはもう2つでやるんですけど、セラートはその4つ4ミックスに対応しておりまして、デッキが4つまで使える、機能がついております。それがこちらのその S11 になると4デッキ対応になっております。ちょっとデッキのところで、これでデッキを操作選んでもらって増やしたりとか、デッキを選択できると4とか3とか、2とか2とか3っていう風で、触ることが、3と4の裏のパネルの方に行けるということでございます。はい、であともう一つ魅力的な機能として、スムースエコーっていう機能ございます。フェーダーと連動してエコーをかけてくれる機能で、スピードあるプレイをしていてエコーを連動してくれるので、手動では理論上難しい、ことも可能になる機能になっております。ちょっと一瞬見せてもらっていいですかね。スムースエコーはこのパネルで細かい設定とかトリガーの設定とか、まあ、こんな感じで、まあ、ビートを構築したりとかにも使えるでしょうし、まあ、あと、まあ、普通のクラブプレイでも、まあ、ディレイで終わらせ、エコーで終わらせるようなプレイとかもフェーダーと連動させてできるので、すごく便利になっていると思います。まあ、パラメーターもこのように、8とか4とか、拍数に合わせて変更できることもできますし、クロスフェーダーとかホットキュー、チャンネルフェーダーっていうところの、あと他にもそうやって、トリガーとして対応できるようなモードがございます。フェーダー申請の機能が、S11 には備わっております。はい、フェーダー申請、こちらにも、S7 にも搭載されているんですが、この S11 にはオートスケールの機能がついておりますので、まあ、セラートでキーを算出した機能に対して適切なスケールっていうのをあてがってやってくれるので、まあ、音楽理論にちょっと自信がない方とか、まあ、新曲でもうこの曲ですぐ使いたいっていうなんかでも即戦力として発揮できるのが、まあ、S11 のフェーダー申請になると思います。はい、以上ですね、5点、すごい機能が備わっております。もちろん、今5点っていうお話はしたんですけど、こちらのその DAC、デジタルアナログコンバーターっていうのもものすごいいいチップが入っておりますので、音質にこだわりたいっていう方はもうこちらが抜群にいい感じになっております。チュクチュク。はい、続いて、S7 にあって S11 にない機能をご紹介していきたいと思います。ちょっと接続変えます。はい、こちら最も、注目すべき機能がありまして、 Bluetooth 機能ついております。スマホやタブレットを接続して、OK を鳴らしたりしてスクラッチをするという機能が搭載されております。これもペアリングボタンがちょっとここ見にくいですけど、こちらにあって、それですぐペアリングして音を鳴らすと、もちろん、ペアリングしたスマホから鳴ってる音っていうのはボリュームを、ちゃんと調整できますので、今バトルブレイクスのアプリとかかなりいろいろ出ておりますので、ビートだけすぐスマホでお手軽に鳴らしたくてやりたいっていう時はこれすごく便利な機能になるんじゃないかなと思います。ちょっとじゃあもうペアリングはちょっとしてしまってるんですけど、この定番のスーパーデューパーダック、ちょっとこちらを鳴らしてみたいと思います。ちょっと音が大きくなりました。で、まあこのアプリだと遅くしたりとか速くしたりとかしてスクラッチをちょっとできる感じなので、これちょっとスクラッチとかできますかね。はい、ちょっと
もちろんその、まあ、アプリじゃなくても自分 の、 そのスマホに入ってる曲を鳴らしてこうやってスクラッチの練習とかっていうことも可能になりますので非常にここも優れている点になると思います。続いてですねループミディという機能がありまして、こちら搭載されているエフェクトをあのループさせて、短くしたりとかして、まあ、パフォーマンスさせるという機能になっております。まあ、今現状 の、 その、まあ、お安いものとか高いコントローラーだと、まあ、あのパッドループ、パッドでするあのパッドエフェクトっていう機能がついてると思うんですけど、まあ、それをちょっと平たく、まあ、こちらでも、このパドルでできるっていう機能になったようなものかなというふうで認識しております。ちょっとよろしいですかね、やっていただいて、Give a heave-ho and stimulate late till cerebro system. Cut chemist, grip the fader with tune of the group, the beta, we murder you. Goddamn, I'm the pinnacle. Yes, the metaphysical. Yes, theループミディの解説をしてまいりたいと思います。ミディ1とミディ2と、2つありますのでミディ1からご紹介していきたいと思います。ドラムロールみたいなのが簡単に作れます。でパドルで操作が可能になっております。その次ミディ2の機能がミディ2の機能をご紹介してまいりたいと思います。はい、お願いします。ピッチを上げたり、こっちが、下げて、こっち上がってた、上がってました。あ、こっちが上がる方とこっちが下がる方でピッチを上げたり下げたりできる機能になっております。で、これキャンセルは、シフトとパドルでキャンセルされます。次リバースですね。はい、ありがとうございます。じゃあその次もご紹介お願いします。あとこれもパラメーターで触っていきますんで、拍数の調節もここで触っていきます。はい、ここは入ってない。あ、ここはちょっとバンクになって、サンプラーを入れたものに対して、いろいろ、サンプラーをこのパッドにするんじゃなくてこのパドルで操作するというモードになります。すいません、ちょっとこちらまだ入れてなかったので申し訳ありません。はい、こんな感じで、概要をご紹介させていただきました。まあ以上、S7 も、まあ、魅力的な機能も備えながらこの値段に抑えられておりますので非常に魅力的なんじゃないかなと思います。まあ総評として、結局コースつけがたくまた迷ってしまうかもしれませんが、ご予算が厳しいっていう方ですと S7 でも十分納得いく素晴らしい、機能であると思います。まあ、S11 はただ難しい機能で使いこなせない機能が多いっていう印象かもしれないですが、基本的な、プレイでも十分快適になると思います。
パソコンを全く触れずに、見ることなくプレイできるこの液晶だけでも、まあ、相当 DJ 基本的な DJ プレイを快適にしてくれるものになっていると思いますので、こちら、まあ、本当に高い高額ではありますが、その基本的な機能だけ考えても素晴らしいかなというふうで、考えられると思います。はい、高額な機材ではありますので、当社はご相談もお待ちしております。納得いくまでご相談の上、自分に合った最高なものをぜひお選びください。チュクチュク。はい、ありがとうございました。最後までご覧いただき、これがわからない、こんな企画をやってほしいなどありましたら、次回の企画に参考にさせていただきたいので、ぜひコメント欄の参加、よろしくお願いいたします。皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をお届けできるように心がけております。Twitter、Facebook、Instagram でもお役立ち情報や、お得なキャンペーンなどを随時配信しております。ぜひフォローよろしくお願いいたします。 LINE の公式アカウントでは、これから音楽を始める方へのご支援としてささやかながらクーポン配布しております。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いいたします。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。